おはようございます。釣り子 TV です。久しぶりにね、野池におかっぱりに行ってきて、でね、こういう感じで、最近ね、買い揃えたタックルでね、釣りしてきましたよ。まずはこちらをご覧ください。だけどいい当たり出してくれましたよ。イエーイ。グラブ、ああ、さっき尻尾を食いちぎられた。MS グラブ、こんなの、トップが出ないんで、MS グラブやってますよ。おいいじゃん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 、よっしゃありがとう。わあ釣れたよ。いいね MS グラム。はーい、ちょっとねトップ苦戦して MS グラムのノーシンカーにしたところ、元気なバス君が釣れてくれました。はい、おありがとうね。
おっしゃ、あーだ、バレたー、くそー、キラリー出たのに。はい、というわけでね、帰ってきましたけども、本ちゃんのテーマとしてはですね、これキラー B ね、レイドジャパンのね、せっかく変えたんで、これおかっぱりで聞くんじゃないかなと思ってね、これで釣りたいなと思って、頑張ってきたわけなんですが、ちょっと力を及ばず乗せることが一瞬乗ったんですけどね、釣り上げることできず、ただね、非常に魅力的な、なんというかカポカポサウンドがね、鳴っていて、今にも釣れそうということで、なんとかね、今シーズン中に、ね、形にしたいなって、思いますけども、バズなんかよりね、重量感があるんで、すごいね、投げやすかったなっていう印象と、あとは、ちょんちょん入れた時のね、その場でのテーブルターンが非常にね、優秀だな、ね。なかなかこっちに寄ってこないで、そんでちょこん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 のテーブルターンをして、それで魚にアピールし続ける。こういう使い方がね、やりやすかったなという印象でございます。で、これ。ね。フォローでね、一応持っていったんですよ。トップでどうしても出なかった時に、ちょっとね、なんとか魚釣りたいなと思って、ポケットにね、忍ばしていったんですけども、これがね、大活躍。ね。速攻でね、あ、やっぱりバスいたんだって感じでね、釣れてくれて。ね。このね、MS グラブですね。あのね、使ってみたらね、やっぱりこのデプスの独特のね、ムチムチとした素材感、それが非常になんかね、いい感じでしたね。で、まあ、テールがちぎれちゃったりっていうのもあったんですけども、バイト半端ないっていうね。この日ね、都合何回かね、バイトもらえたんですけども、他にいくつかね、まあ、芋系のワームとかね、いろいろ使ってみたんですけども、結果終わってみたらね、釣れたのはね、この MS グラブのみということで、はい。ね、これ大活躍でございました。投げて、まあ、グランピングバスみたいにね、使ってみたんですけども、それじゃあ出ないなっていう感じだったんで、投げて沈めてちょんちょんって入れてとかね、いろいろ試したところ、ポコーン、ポコーンって感じでね、グイーンって走るようなね、バイトが得ることができました。やはりですね、このデプスの素材感、これはね、使っていてね、気持ち、釣れそうな気してくれるね。あとね、加えたらね、結構ね、もぐもぐしてくれる素材なんですよね。サイトフィッシングとかで、こう、魚がどういう風に反応するかなっていう風にね、見てるとね、このね、デプスの素材はね、加えた後にパッて吐き出さないでね、しばらくこう、もぐもぐしながらバスがね、移動してくれるっていう、そういう特性があるので、このね、MS グラムもね、そのご多分に漏れずですね、結構合わせを入れるまでに、時間が空いたりしてもね、しっかりと深くね、加え込んでくれているっていう、こういう特性があるので、それでもってこのグラブ形状ね、最初はちょっとサイズ的にでかいかなと思ったんですけども、おかげもあって、非常にね、遠くまで投げれたなっていうね、印象があって、で、一個先まで入れて、警戒心の薄いバスに、口を使わせることができたんではないかなとね、感じております。重さね、飛距離、形状、あとは加えた後の、魚の挙動、バッチリなる技だなっていう風に、感じました。で、タックルなんですけども、こういう感じでですね、ジーニアスプロジェクトのこれ、グラビアスっていうね、リールのハイギアモデル、このね、赤い差し色が入ってるのがね、ハイギアモデルですよ、ということで、これにね、PE の 1.5 号で、先にね、16ポンドのね、リーダーをつけております。FG ノットで結んでいるんですけども、この組み合わせでね、これがね、バヒョーンとね、遠くにね、入れることができるっていうことで、で、竿はね、これね、ロデオクラフトのですね、ホワイトウルフの、7フィート8ポンドクラスね。結構ね、ほとんどこの竿でね、今年バス釣ってるんじゃないかなっていうぐらいね。まあ、結構使いやすいんですよ。ほんとね、不思議な使用感なんで、なんともね、使いやすい竿っていう感じですね。
して、このね、ちょっと重めのキラー D と、これよりは軽いね、こういった MS グラブと、ここら辺のね、組み合わせで、非常にですね、投げやすかったなっていう印象があるので、まあ、このキラー D 主体で行くんだったら、この上のですね、17ポンドクラスとか16ポンドクラスがね、具合いいんじゃないかなと思うんです。ちょっとね、無理くりですけども、このね、両方バランスよく使いたかったんで、今回はね、7フィートの8ポンドクラスね、ホワイトウルフ使ってみました。まあ、このグラビエスはね、こういうどちらでもね、バヒューンと飛ぶリールなんで、まあね、今回は、おかっぱりなんでね、バックラッシュとか、嫌なトラブルを起こしたくないなってね、それでね、釣りが止まってしまったりするので、っていうことで、マグネットブレーキでね、非常にトラブルがなくね、いろいろなルアーを投げれるんで、結構ね、高切れそうな細い PE ラインですけども、まあ、グラビアスだから怖くなく、ここら辺のも投げれたかな。あとね、ここら辺をバキュンって飛ばすのにはね、もう間違いない組み合わせだななんていうふうに感じたんで、ぜひですね、使用感の、まあ、いわゆる M パワーの竿かなって感じですね。M パワーからちょい強めっていう感じのね、そういったね、竿なんですけども、気になってる人はね、この8ポンドクラスおすすめでございます。というわけでね、まあ、おかっぱりで、バスが釣れたよってことなんですけども、つらつらと喋ってみました。はい。というわけでね、本日の釣り子 TV はね、こちら、こんな感じのね、セットで釣りを楽しんだところ、バスがね、しっかり反応してくれたよって、こういった動画でした。はい。釣り子 TV でした。また会おうぜ。